もう一回立て直す意味でもしっかりとホームの連勝を伸ばしていきたいなと思います。誇り高き一つのチームと一つの使命、絶対に諦めない闘志、頂を目指し夢をつかむ、さあ行くぞ、登ろう。8月9日 VS 徳島ボルティス。やっぱり自分たちの責任だと思いますし、自分たちがピッチで結果を出せなくて、まあすごい申し訳ないなっていうところありますし、僕はやっぱ3年半監督と一緒にやってきたんで、すごい責任は感じた。まあ、とりあえずまあチームで一つの方向性を向いていくっていうところはもちろんですし、まあ、あとは、まあ、もっと人の距離感を近づけながらボールポジションして、で、あとはやっぱ後ろの方はラインをしっかりと合わせて、まあ、上げるときと下げるときでしっかりとオーガナイズ取るっていうところが、まあ、これまでもやってきましたけど、それにもっと上乗せしていくかなと。本当流れの中からは前半やられてないですけど、やっぱ自分たちのミスからそれが直接失点につながっていたので、それもったいない失点が多かったですけど、まあ、そこもやっぱ自分たちの実力だとは思うので、まあ、そういうところはしっかりと自分たちの中で受け止めながら修正するところは絶対あると思うので、そういうところを次会った時にもう同じミスをしないようにしっかりと修正していきたいなと。誇り高き一つのチームと一つの使命、絶対に諦めない闘志、頂を目指し夢をつかむ、さあ行くぞ、登ろう。8月9日 VS 徳島ボルティス。そうですね、まあ、そんなに悪くはないと思いますし、まあ、食事の方もしっかり取れてるのでそれほど悪くはないと思います。そうですね、まあ、本当にあの試合に関しては本当にできすぎた一日だったなと思いますし、まあ、自分も、まあ完封でなおかつ得点に絡めたので、すごいいい一日だったと思いますけど、まあ、それでも、まあ、そういう試合をもっと自分の中で増やしていければいいかなと思います。まあ本当に通過点だと思いますし、まだ、まあ、若い頃から出てる選手から比べたら遅い方だとは思うので、まあ、これから一日でもっと積み重ねていければいいかなと思います。そうですね、まあ、この前やっとホームで自分たちのサッカーというか、まあ、勝つ試合ができたので、まあ、この前の F 東戦では、まあ、自分たちが踏ん張れずに4失点してしまったので、もう一回立て直す意味でもしっかりとホームの連勝を伸ばしていきたいなと思います。まあ、徳島のイメージはやっぱり全員がハードワークして守備も攻撃も献身的にやってくると思うし、まあ、今はフォワードの高崎選手が調子いいと思うので、そこのところで起点をまず作らせないというところが一つ重要じゃないかなと思います。で、小さい子どもたちも試合の後に一緒に自分たちと勝利を味わえるように、まあ、それが勝ち横だと思うので、まあ、しっかり自分たちはやっぱ本当ピッチの上で結果を残して、まあ、試合の後に皆さんと楽しめればいいかなと思います。次の徳島戦ではホームでの連勝がかかっていると思います。まあ、簡単な相手ではないと思いますので、まあ、多くのサポーターの人に足を運んでもらって、まあ、自分たちも大谷監督に初勝利を捧げられるように頑張ります。応援よろしくお願いします。誇り高き一つのチームと一つの使命、絶対に諦めない闘志、頂を目指し夢をつかむ、さあ行くぞ、登ろう。8月9日 VS 徳島ボルティス。